僕たち烏野高校1年生コンビと一緒に夢をつないで頂の景色を見に行きましょう。待ってめっちゃ元気キャラ。えどうしたんですか。どうした僕いつもこうでしょ。嘘つけ。いや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 。じゃあまあ前までのやつね、影山飛びを演じています石川海人ですだったんだけど、今日のは影山飛びを演じています石川海人ですになってるよ。マジですか。そんなのバカなバカな。こいつ後で殴る許さん。まあということでね、早速まあ始まっていくわけですけれども、まあ5月4日配信ということで。ゴールデンウィーク真っ最中ですよ。そうなんだよ。関係ないしこの職業そうだね、この職業関係ないけど、でも働いてる人たちにねちょっと癒しを与えられてるよね。ただ一つ関係あるのはあれですよ、僕ら秋葉原の入部会。そう、皆さん楽しんでいただけましたか。楽しんでいただけましたよね。ねえもちろんですよ。いやきっと来てくれてるはずだよ。まさか村瀬さんがあんな発言をするなんてね思わないですよね。先にさ置かれればさこれが後に流れるからさ公式の事実になっちゃうの。なんかしていこうしていこうね。海斗君もまさかねあんなことするなんてねびっくりしちゃったよ本当にね。待って時間ないよ。さて番組更新日の本日5月4日にアニメの第5話が放送されましたが、皆さん見てくれましたか。はい見ていただけましたでしょうか。つい決着つきましたね。ね日向影山田中チームと部活って感じがしてきて、バレーボールまあまだ3対3ですけどバレーボールをしてるなという感じでね。なんか今までさ1年生コンビがまあ2人しかいなかったのが実際にこう戦うことによってちょっと相手のことも分かってきて、でここでちょっと合流みたいな感じでまずチーム合流第1弾って感じがするね。なんかこの影山はこう日向のことをまあ最初道具としか思ってなかったですけど、まあここでね初めてなんかちょっとチームメイトとしての自覚が出てきたのかななんて思いますよね。4話の時にねちょっとずつそれができてて、で5話の時に実際それちょっとワクワクしてさやれたりしてて、あそこさアフレコやってる時もすごい楽しかったんだよね。楽しかったね。でオンエアはねちょっと僕らはまだ今の段階では見れてないんだけど、そうですね、どういう風に仕上がってるのかねこのイベントの後で見るから楽しみだよね。もう超楽しみやったね。あのさ情緒不安定ですか大丈夫？大丈夫だよ。